つもご視聴ありがとうございます。スーゴーです。これはワンコラグちゃんです。ラグちゃんは柴犬ですね。うん、生まれてまだ2ヶ月ぐらいですね。はい。でそのラグちゃんちょっと描いてみようかなと思いました。で絵画教室で、動物を描きたいなという方に教えるときに、水彩画とかだったらね、筆をどのように使うかっていうところでだいぶ出来栄えが変わってくるし、制作速度も変わってくるのかなと思います。これも僕の書き方なんですけれど、まずちょっと下書き、もう終わってる下書きしてもらって、で最初に背景になる色をどんどん載せていこうかなって思ってました。で載せていってます。でちょっとね、影の世界を紫色を少し灰色にした感じの濁色で塗れたらなと思います。やっぱりなんか出来上がった時にね、なんとなく画面が綺麗な方がいいかなと思うので、影の中は灰色なんですけれども、それを少し紫色に見えるような灰色に塗って、でまた光が当たってるところちょっと黄色を混ぜた色で塗ってますね。で足元とかはちょっと強めの影になればなと思います。でそれぞれちょっと勢いよく塗っといた方が、こう滲んだ感じとか、色と色塗った色と色がじわっとなる感じとかがいいかなと思います。これ僕の塗り方なんですけど、ワンコって、今回の犬とかで特に白い毛の部分とかあるじゃないですか。そういうところがその、逆光とかで、影の世界とかでちょっと灰色に見える、影で落ちてる、で光がしっかり当たってるところが真っ白にこうプーンと、出てくる、白が出てくる感じで描くと、なんか綺麗な、ワンコの毛並みもそこら辺で描き、記すことができるのかなと思うので、まずは影の世界を塗っていきましょうかね。まだねよち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 歩いとるんですよ。足のなんか股関節みたいなところがあんまりこうの骨が完成してないんですね。このちっちゃい生まれたてのワンちゃんちゃんはね。で毛を描いていく。でその毛並みなんですけど、柴ワンコちゃんやったんで、ぬいぐるみのように直毛でポッ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 とこう体からパッパッパッと出てるんですよ。それをこう描きたいですから、私使ってるのは書道の筆で、ちょっとね毛先をこうふわっとこうちょっと広げたような感じで、でポン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 ってちょっと押さえるように色塗っていってるのをちょっと見てもらえたらいいかなと思います。もうここからね、だいたい暗いところ、黒い毛のところとかはそんな感じでパッパッパッパって塗っていってるので、そこがちょっと見といてもらえたらなと思います。で、あとは、耳とかね、本当に逆光で、皮膚の分厚さで、もう本当に影に暗く見えてるところで、光が当たって毛が少し、明るく見えてるところとかは、この時点からコントロールしながら、パッパッパッと描いてます。あくまで今回もスケッチの感じ、さささっとこう、情景だけを捉えていけたらなと思って描いてます。で外から光る、外の明るいところをこうちょっと眺めてるような画面作りができたらなと思って描いてます。
そうそうそう、うん、で昔飼ってたのがちっちゃい時に飼ってたのが雑種なんですよ、うん、幼稚園の時まで、生まれた時からずっと飼ってて雑種飼ってて、で幼稚園ぐらいで亡くなっちゃったのかな。でその後も雑種、小学校入ってずっと長生きしてましたよ。で、うん、うん、大体そうですね、中学校入るか入らないかぐらいまで飼ってたかな。黒色の雑種でね、ブルっていう犬、ブルっていう名前つけてましたけどね。もう散歩とかね、めちゃめちゃ遠くまで行くんですよ。奈良で田舎なので、あの車通り少ないんですよ、うん、でだからあのもう下手すれば首輪を、今やったら絶対ありえへんかもしれないんですけど、首輪もいらないんですよ。人おらんので、うん、連れ違う人もそんないないし、でまああの飼ってた犬、あのお利口さんばっかりで、あのあんまりこうギャーッと行くような犬じゃなくて、うんうん、なんかあの通りすがりの農家の方とかにも、なんかよしよしよしって初めて会う方にも、どの人にもそんな吠えたりはないからできてたんですけど、うん、そうですね、うん、ああそうだ、そうそうそう、でまあ大体あの影の色とかは、まあ、例えば白い毛のところとかだと本当に微妙な色の変化つけていかなきゃいけないですから、簡単に単色で灰色ベタって塗ったらいいわけではなくて、ちょっと黄色みがかった灰色とか、ちょっと赤みがかった灰色とか、ちょっと変化つけて、うん、入れておかなきゃいけないですね、うん、であと顔とかはちょっと目が行きやすいところなので、若干その背景の色と顔の色が分かりやすいように意識して、その背景色決めていきます。今回だったら、うん、ちょっと黄色とか緑とかを強めに入れておいて、まあ外には自然がいっぱいあるよと、なんかまあ植木鉢なんですけどね、植木鉢だけれど自然のものが置いてあるよみたいなのが分かればいいかなと思います。で今そうそうそう、影のね、こう室内のその建具の影色がちょっと薄かったから、もう一回塗ろうかなとしてますね。最初にちょっとうまく一発で決まらなかったですね。うん、そうそうそう。でね、そうそう、そのプルっていうのを買ってて、でその次に高校に入ってから。同級生からいただいた写真のワンコちゃんを、プルちゃんが亡くなってしばらく経ってから譲ってもらったんですね。でそれをハリーっていう名前つけたんです、うん、うちの母親があのダーティーハリー好きで、そこからハリーってなったんですけど、ああそうですね、雑談してたらそう、目を入れてます。目とか暗いところね、しっかりと描いていきましょう。ハリーはね、散歩に行ったらね、かくれんぼとかするんですよ。まあ首輪とかロープも何もない状態で離して、僕も陸上部やったんでバーって走ってね、で追いかけっこしながらで、かくれんぼして隠れたら探しよるんです。で僕も逆にハリーを探したりとかして遊んでたんですけど、僕を探しきれない時とかがあって、ハリーちゃんね、まあ散歩分1時間2時間行くんですけど、もう家からもう10キロぐらい離れたとこまで行くんですよ、うん、でそこでこう田舎だから平らで、もう田んぼだらけのところでね、まあちょっと丘に隠れたりとかね、溝に隠れたりとかしてかくれんぼして遊んでるんですけど、僕をどうしても見つけられなかった時、ハリーが一生懸命僕を探しても見つけれなかった時、ハリーね、勝手に諦めて家まで帰ってました、うん、ようありました。僕を掘っておいて、で僕は崖とかこうちょっと
見えないところ、こう隠れてる木の後ろとかで隠れて、まだかなまだかな、針探しとるのがなんか最近ちょっと見えわからなくなってきたな。なんか、なんかあいつこの近くにおらへんなって思ったら、あ、これ帰っとるなと。で、家帰ったらもう普通にしゃがみ込んでへたれ込んで、あの水もガバガバ飲んで、なんかなんかほっとした顔で幸せそうに玄関で、僕が帰ってきたら、おお、今帰ってきたみたいな感じで迎えてくれてました。ワンコは可愛いですね。で、絵の方が進んできましたね。そうそう、まずはその大体の色つけたら、今度はなんかこう影のところとか毛とかですね、一本一本こうシュッシュッシュッとこう、毛並みが見えやすいところ、ですね、そういうのを描いていってます。光が当たっているところとかはもう今回は、そうそう、もうポスターカラーとかアクリル画紙でちょっと白はつけていく作戦でいきました。まあ、場合によってはローで最初の段階で、あの白いところに絵の具がつかないようにしたりとか、やりようはいろいろあるんですけど、今回は、まあ、ポスターカラーアクリル画紙で残しました。上から描きましたですね。はい。なんかむちゃくちゃになった。でもまた、はい、違う作品でお会いしましょう。はい、ありがとうございます。